杉山文乃です。39歳です。で、東京で生まれ育っ、はい、見た目はね、もうこんなおじさんですけど、戸籍上まだ女子なんですね。そういうことで言うと、僕自身は乳房切除、いわゆるおっぱいを切る手術は受けましたけど、子宮と卵巣の摘出をしてませんので、その条件に当てはまることができないので、戸籍の変更ができてないという感じですかね。で、もともとは、女の子として、体はね、女の子として生まれてきましたけれども、ずっとちっちゃい時から僕と思っていて、日本ではその制服っていう、いわゆる、みんな同じ格好をして、で、そのスカートを履いていかなきゃいけないのがもうすごい嫌で。でもすごい嫌だったんだけど、で、特に一番辛かったのが中学生から高校生にかけてですね、いわゆる二次成長っていうのが始まって、体は順調に女の子として成長していく一方で、気持ちの上ではどん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 男性としての自我が強くなっていくと、こうまさに引き裂かれるなんていう簡単な言葉では済まされないような、心理状況で、で、28歳の時にタイに行って乳房切除を受けて、そこから男性ホルモンの注射を打って。杉山文野さんが、トランスジェンダー、日本におけるトランスジェンダーの顔とも言える存在でありながら、手術を受けていないということを理由に、戸籍上の性別を変えることができず、パートナーと結婚することもできず、そして今育てているお子さんたちの、父親、親になることもできないという現状については、いい時はいいですけどね。やっぱりいざ、彼女が病気したら、子供に何かあっても、病院の面会すら断られるかもしれない、同意書一つサインできないかもしれないっていうね、そういった不安定な中にあるっていうことが、ありますね。自分の体の違和感から、自分自身がね、手術をしたいと思ってする分にはね、それは本人が決めればいい話だと思うんですけれども、手術をしたくないと思っている人にまで強要してるってことはすごく問題だと思っていて。ルールとリアルがもうちぐはぐになっている、ここが大きな問題なんじゃないかなと思ってるんですよ。社会全体が多様化しているにもかかわらず、選択肢が非常に限られてるんですよね。